はいえー、と木村実です。あと今回、まあ、ライジンに K1 代表 K1 を背負って、まあ、大喧嘩を仕掛けに行くんですけど、まあ、そこは、まあ、ライジンにもリスペクトを込めて、まあ、K1 ルールとか、まあ、ミックスルールとかそういう生ぬるいことは一切やるつもりないのでもう相手の土俵で思いっきりもう総合ルールでもう挑戦したいと思いますそして、メ、まあ、ネット選手すごい強いキャリアもあって僕も前から知ってる選手なんですけど まあ思いっきりまあぶっ飛ばして心を折って、もう、KO したい、失神させたいですね、まあ、それか、チャンスあれば、なんか、関節でタップ取ってもいいかなと思います。ありがとうございますでは、ここで、チャールズ・クレイジー・ホース・ベネット選手からコメントが届いています、えー、木村選手もよく聞いてください。ついに決まった、日本に行くぜ、めちゃくちゃ嬉しいぜ。 また国際戦をして外人ぶっ飛ばして金を稼げる。こんなに興奮することはねえだろう。しかも今回の相手は K1 だと ?K1 の連中はみんな優しいからな。甘い世界に残っていた方が良かったんじゃねえのかこちらの世界はみんな意地悪だ。パワーボム、チョーク投げ、ヘリコプタースラムなんてされたことねえだろう。全部健康に有害な技ばかりだ。 対戦相手のことはよく知らねえが、ミノルだったかなんだか、とにかく女みたいな名前だ。解明した方がいい。まあ、試合は決まった。あとはやるだけさ。コメントをいただいています。さあ、木村フィリップミノル選手、やる気満々です、相手は。いや、そうですね。まあ、かなり舐めてますね。まあ、こっちもその生ぬるい世界で生きてないし、ずっと殺し合いで生きてるんで、まあ、そういう体に悪いであろう。 まあそういうい組み技、いろいろやってくるならこっちもボコボコ顔面蹴り飛ばしてぶん殴って失神させます K‐1 は甘い世界だっていうコメントもありましたねまあそうですね、まあ、こっちは別にまあ組んで時間稼ぎとかできるまあリングじゃないんで、本当に殴り合いで俺もここまで来たんで、それを痛いぐらい分からせます分かりました、ありがとうございますまさに劇対劇刺激対刺的な戦いです。 さあえー、ここで質疑応答を受けますが、その前に、えー、こちらぜひご紹介させていただきます、えー、当日9月25日、木村フィリップ稔応援シート、えー、木村フィリップ稔応援シートが発売されます、えー、ここ、応援グッズ付きとなります、発売日が8月22日の月曜日、12時から、8月22日月曜日の12時からです、発売する場所は、k 1オフィシャルサイト、E プラスファミリーマートでもお求めいただけます。 ぜひ K-1 ファンの方、えー、一緒に木村選手を応援してくださいさあではここで記者の皆様から質疑応答を受けたいと質,、えー、質問を受けたいと思いますえー、ご質問のある方は挙手の上5倍対面お名前頂戴できればと思いますそれではお願いいたしますではお願いしますマイクをお持ちしますえい、ー、いファイトの熊久ですえー、木村選手まずお伺いしたんですけれどもその MMA にまずそう挑戦してみようとえと思った理由をお願いします 総合格闘技も MMA にずっとまあ興味があってまあそ,うですねそれを K‐1 代表として僕の,の,のここまで来た打撃があればどこまで通用するんだろうというまあ自分の中の興味とまあそうやって総合という何でもあるのまあ舞台でまあ本当にまあそうですねもう勝てれば自分自身すごいまあ選手キャリアの中でもすごいものをられると思うんでそしてこのでライジンの舞台があるのでまあそこで。 最高の大喧嘩ができれば、まあ、ファンのみんなにもアピールできるし、まあ、僕の格闘家としての存在もまた高いものになるんじゃないかなと思って挑戦ししようと思いました、えっと、MMA の,その練習を始めたのはいころなんでしょうか1か、ねまあ、月ぐらい前ですか,、ね、から本格的に、まあ、レスリングの足立先生や山田壮太郎選手あとまあ川尻選手や福田力選手といったトップのファイターとスパーリングなどさせてもらって。 まあ今結構順調に仕上げてる途中ですね細かいこと言うとやっぱりパンチ当てる部分がやっぱりもっと細かくなるんですごい最初はまあ難しかったんですけどその分しっかりナックル当てて思いっきりぶち込めばもう絶対倒れると思うんでそこはめっちゃワクワクしますねあとあのこれはえっと 1>, 1回だけの,チャンスなのかあ挑戦なのか、それともその継続的な参戦を考えているのか、どちらでしょうか。まあまあ、俺は K1 ファイターなんですけど、まあ、この総合への挑戦は別に1回っきりじゃなくて、がもうでもやる選手として、まあ、K1 も総合もどっちもトップを極めに行こうと思います。もちろん簡単なことじゃないですけど、そのための努力はもう惜しまないんで、まだまだやります。よろしいでしょうか、ありがとうございました。えー、続いてご質問、いかがでしょうか。 ぜひお願いいたします木村選手、まあ、そのオープンフィンガー以外、あの寝技になった展開ですとか、あと、いろんな部分が違ってくると思いますが、実際練習してみて、MM の練習というのは、いかがでしょうかそうですね、もちろん、まあ、組み技とか、まあ、下になったときはすごい難しいんですけど、まあ、それもまあ結構、まあ、ハードに今、トレーニングしてるんで、もうだんだん自分もまあ総合格闘家として、どんどん結構仕上がってるし、まあ、いい感じに上がってきてるんで。 そうですね、まあ、全然問題なく対応できるんじゃないかなと思いますも,うもちろん相手も100戦目までキャリーあるんですけど、まあ、僕もそれを頑張って読めれるぐらいまあ練習するし、まあ、でも、そうですね打撃あればなんとかなりますあとまあ先ほどお話であったのがバンダレーシューはセコンドをつくんじゃないかって話も出ましたけど同じバンダレーも、まあ、今大会は出ないですけど今後、ライジンにも出るみたいな話ですけどその辺りはいかがですか まあそうですねついてくれるならもう非常に心強いバックアップですね、まあ、ただその、まあ、そうなってきた場合も対戦相手のベネットよりも,セコ,ンドもあコーナー戻った時のセコンドが一番怖いという状況になるので <laughs> まあそれはある意味自分だってはいい刺激なのかなと思いますよろしいでしょうかえ続いてご質問いかがでしょうかではマイクをお持ちします まあ今回、総合格闘技がある上でなんで自分のこう理想とするスタイルとか,なんか目標にする選手とか何かそういうのがあれば教えてください。そうですね、今、高田さんおっしゃったように、まあ、打撃ベースの選手で活躍した選手はいっぱいいるんですけど、まあ、自分も、まあ、そミルコ選手、パンダレー選手みたいな、まあ、打撃、もうボンボンもう振り回していってもう倒すスタイルにしたいですね。まあ、多分試合のの時は、まあ、立ちで始まるんで、始ままま、るんそ グラウンドとか組にもならず、立ちで終わる気がしますデビュー前なんですけども、その今後、MMA で、この選手ともぜひ戦ってみたいと思う選手は、まあ、ベネット、ちゃちゃっと倒した後は、まはあ、ちょっと今、結構名前も上がってるし、活躍してるちょっとアーセン選手、ちょっと倒したいですね、結構、そこ見据えてます。それはこうどのような理由で いや、目立ってるから、ただで目立ってるから、まあ、そういう選手を倒してって、まあ、自分の名前を上げたいと思ってます、ね。いい動機だよね。<laughs> <laughs> 格闘家はこれが一番いい動機。はい、あの、先ほども司会の矢野さんからもありましたが。驚くほど、雨が降ってですね、あの、天気の悪い中。そして、あの、オリンピック報道で、皆さん朝まで起きていて、眠い中。 そしてまた今日も夜徹夜かと思ってる <laughs> そんな中このお昼の,あのお昼ご飯食べて少し眠くなったかなっていう時に集まっていただきまして大変ありがとうございますあのー、先般の,あのレ,ナレナ山本美桜戦非常にまあ,あの多くの方々から反響をいただいてですね あの、皆さんが想像したカードよりも少し違った形の発表のだったのかなと。まあ今日もこの後新しい発表をさせていただきますが、私の方からはですね、改めてこの9月25日、えー、開幕戦の模様が、富士テレビさんで全国ネットで、あの全国です。あの、関東ローカルではなくて全国ネットで富士テレビさんで、当日9月25日の夜7時から、 えー、放送時間はまだ明確に確定はしてませんが、2時間になるのを3時間になるのっていうような形の中で、えー、当日地上波放送になります、えー。もちろんライブで会場に来てですね、あのー、臨場感溢れる中で、何万人という観客の中で、この大会のですね、それぞれの試合の白熱したものを見ていただきたいですが、 あの、なかなか会場に来れない方は、ぜひ、お茶の間でですね、あの、格闘技が地上波で、お茶の間に帰ってきてますんで、お茶の間で堪能いただけたらと、そう思っています。そして、チケットの方は、あの、今、絶賛、えー、全国で一斉発売をしております。チケットの方もお早めにですね、お買い求めいただいて、9月25日、一番ベストは、ライブで会場で見て、そして、うちに帰って、またテレビの、 録画したのを見るとか、えー、他の配信で見るとか、あの、いろんな形でですね、今の時代楽しめますので、えー、9月25日、楽しみにしていただけたらと思っております、えー。私の方からは以上です。今日は本当にあの、記者の皆さんありがとうございました。以上です。